ムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはこちらのマスクケースです。お出かけの必需品となったマスクですが、そのままカバンに入れて持ち運ぶのは抵抗があるという方も多いと思います。そこでこちらのマスクケース2つポケット付きで、使用前使用後と使い分けて使うこともできますので、とても便利なマスクケースになっております。とてもシンプルな作り方なので作りやすいと思います。ぜひ作ってみてくださいね。それではマスクケースの材料を紹介します。まず本体、表地と裏地、縦25センチ、横20センチ、そちらに縫い代をそれぞれ1センチずつ足してください。そしてこちらポケット部分、縦20センチ、横20センチ、それぞれ縫い代を1センチずつ足したものを2枚用意してください。今回はキャンパス地という厚地のタイプの生地を使用していますので、接着芯はありません。と薄い生地などを利用されるときは接着芯を貼ってもいいと思います。そしてこちらレースやボタンなどお好みで飾り付けをしてもいいと思います。それでは生地に型を書いていきます。まず縦25センチ、横20センチ、本体の表部分と裏の裏地部分の2枚取っていきます。ここは20センチで、縦は25センチ、そしてその周りに縫い代部分の1センチ足してください。2枚取るので、このまま取ってきて、ここも縫い代1センチの部分を、それでは生地を裁断します。25センチ、20センチの本体部分に縫い代1センチずつ足した部分、そちらのこの線をカットしていきます。真ん中のところですね。こちらで2枚できました。次はポケット部分です。20センチ、縦20センチ ×横20センチのポケットを2枚切ります。縫い代は1センチです。縫い代1センチ取ります。横に20センチ ×20 センチのポケット部分をもう1枚取ります。このように縦20センチ、横20センチ、縫い代1センチの2枚かけました。縫い代の部分をカットしていきます。しましたら縦20センチ、横20センチのポケット部分2枚ができました。そうしましたらポケット部分をこのように2つに折って、角と角を合わせてアイロンがけします。このような感じで、そしてもう1つ同様に角を合わせましてアイロンをしておきます。こんな感じです。
それでは今回は本体の表地にレースで飾り付けをしたいと思います。レースを真ん中ら辺につけようと思います。待ち針でレースのつける位置を置いておきます。それではレースを縫っていきます。こんな感じです。それでは本体の裏地部分にポケットをつけていきます。こちらきっちり角を合わせて上に乗せて待ち針で留めておきます。こちらも同様に待ち針で留めておきます。それではポケットと裏地を縫い合わせていきます。だいたい端から 2-3 ミリのところを少し縫っておきます。これはずれないようにするためだけなので少しずつ縫っておくだけで大丈夫です。こんな感じでつけておきます。それでは本体の表地と裏地内側を中表にして合わせます。そして待ち針で留めておきます。こんな感じです。それでは縫い合わせていきます。こちらのだいたい5センチぐらいの返し口を開けて縫っていきます。また返し縫いしてスタートしていってください。こちら大体5センチぐらい開けて返し口を残しておいてください。そうしましたらこちらの角のいらない部分をカットしていきます。この角の部分をこのようにカットしていると裏返した時に角がきれいに裏返せます。同様に他の角もカットしておいてあげてください。こんな感じですね。それでは返し口から返していきます。こちらの返し口のところから少しずつ裏返していきます。角のところはこのような本当は紐通しなんですけれどもこういうような先や何かで整えてあげてください。整いましたらアイロンできれいに整えていきます。アイロンで整えていきます。それではこちらの返し口のところを縫っていきます。今回はこの周りすべてに、ステッチをかけていって返し口のところを閉じます。手縫いでまつっていただいてもどちらでもいいです。だいたい 2-3 ミリのところを縫っていってください。こんな感じですね。周りのステッチが完成しましたら、せっかくなので今回はこのようなボタンで飾り付けをして可愛くしようと思います。結びしたところをしてみます。2-3 回通しておいたら大丈夫だと思います。
マスクケースが完成しました。こんな感じです。ポケットが2つついていまして、市販のブリーズマスクがすっぽり入るサイズになっています。使用前、使用後など使い分けても便利かもしれません。とてもシンプルで簡単な作り方になっていますので、ぜひ作ってみてくださいね。